てくださいます。ひ孫さんもいるの、そこに。ひ孫さん前にいらっしゃるこのお子さん5人ともひ孫さんですよ。じゃあ応援しながら走ってくれます。行きましょうか。スタートカウントダウンしましょう。では、はい、参りたいと思います。はい、太郎さんのスタートまで5、4、3、2、1、スタート。
スタートのカウントダウン参りましょうか、はいはい、では金城さん親子のスタートまで5、4、3、2、1スタート。今走り始めました。サンゴを守る金城さん親子、そして岡本さんです。金城さん親子を囲むこの青い海にはサンゴが広がっています。海の森とも呼ばれるサンゴ礁は多くの生き物を育む場。サンゴを守ることは海の命の助けをつなぐことに他なりません。そんな思いを込めて今一歩一歩金城さん親子が歩みを進めていきます。この後も様々な手段で助けをつないでまいります。いやー、南もスタートしましたね、坂本さん。これからいろんな方がいろんな思い出かけてるわけですよね。ジュンさん、このタスキが8月の2023年武道館に戻ってくる。僕たちがいる武道館に来るわけですよね。徳美さん、どうですか、実際に走った経験がありますけれども、やっぱりゴールが見えてくるとですね、はい、疲れが飛ぶんで、疲れがなくなるわけです。何時間が入ってるんでしょうかね、はい、それ皆さんそれぞれ47都道府県でいろんな形でそういったことを味わえるんじゃないですかね、はい、で今日のこの番組中にタスキが、ね、こうつながる様子、はい、これもお届けできると思います、はいはい、さあ今年の24時間テレビのチャリ T シャツですが、はいはい、ご覧のように日本中のさまざまな方に笑顔マークをお願いしてきていて、その思いが一つにつながった T シャツとなっています。一体どんな思いが込められているんでしょうか。こちらをご覧ください。今年の24時間テレビチャリ T シャツは V6 の平成ジャンプが日本各地に出向き笑顔マークを集めて作ったもの。坂本が笑顔マークを描いてもらいに伺ったのは三浦市の畑。ここね、あの実家が八百屋なので、まあ野菜には親しんではいるんですけども、まあ、畑に来ることはそうないので楽しみにしたいと思います。こんにちは。こんにちは。親子3代で農家をやられている方です。はい、そうです、そうです、ですね、はい、そうです、はい、うわぁ、はい、3世代ですね。そうです、そうです、そっくりですね。そうですかね。いってらっしゃいますよ。そうですか。3世代で日本の食をつなぐ川島さん親子。つながりますね。あ、父親です。息子に紹介してもらって。どうも、初めまして。それで、手前が息子です。はいはいはい。分かります、分かります。お父さんです。で、お父様。はい。私は40分です。お、僕44です。あ、じゃあ、ほぼお父さんですね。ですね。はい。そうか、俺にもこういう大きな男の子がいてもおかしくないんだ。そういうことになりましたね。今これ大根です。作業されてます、はいはい、大根の収穫作業です。こういう畑行くのは初めてなので、はい、あ、そうなんですか、大根をちょっと取らせていただいてもよろしいですか。どうぞどうぞ。八百屋さんの息子、初めて大根を抜く。ここ行きますか。はいはい、はい、はい、これでしょ。いい形だよ、全然。はい、ちょっと行き過ぎましたね、これ。そうですよね。なんかもうちょっと、なんかリアクションちょっと考えたんですけど、はい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 、こんな形で取られてるんですね、初め。そうです、そうです。これ、八百屋の息子失格ですね。初めて見ましたよ。ここ三浦市は大根の生産量全国一位。その歴史をつないできたのはまさに川島さんのような親子がいるから。3世代続くってすごいことだと思うんですよ。いや、ずっと代々江戸時代ぐらいからずっともう続いてるんです。あ、そうなんですか。はい、200年以上前じゃないですかね。そんなにもずっとこの地で。そう、ご主人の吉典さんで15代目。その前の代のおじいちゃんがこれなんで。もう問題ですもん。確かに行けますね。今のおじいちゃんと同じ顔になるずっと同じ顔なんですよ。そうです。これ今おじいちゃんです。ここに。あれ、おじいちゃんこの時代あったんですか。あ、ありましたよ。かっちゃん、かっちゃん、かっちゃん、はい、かつのりと言いますんで、かっちゃんです。トップを一時に作るようになるとか、うん、はいはい、かつのり、よしのり、とものりなんです。トップなの。あ、なるほど。はい、のりのりのり。そうです。名前すらも繋がってるし、ずっと繋がってるね。200年以上この地で繋がれた大根。奥様の定番料理で。そう。そうですね。いただきます。
飯ご飯だね。食べ盛りの息子智則くんが通う高校もおじいさんお父さんが卒業した農業高校。もっと父親を超えるようなうまい大根を作っていきたいと。で、挑戦状です。やれるもんだね、やって親子のなんか良さっていうか、そのつながりっていうのをなんか大根によってこんなに素晴らしくね、まあ、なるんだなっていうの感動しました、僕も。そして川島さんに笑顔マークを描いてもらいました。どういう大根ですか？はい、あの目の部分が大根をイメージして、口の部分は食べてるイメージ、大根を美味しく食べてくださいというイメージで、全体的には。なるほどね、はい、